どうも、コウスケです。今日はですね、ハイエースのエンジン、ディーゼルターボのエンジンのね、音の違いを、聞き比べようという企画をやってみたいと思います。どんどんね、このビーアゲンフィルムス、コロナの影響でね、マニアックな方に、行っておりますが、ちょっとね、やっていきたいと思います。でちなみにですね、こっちの、ハイエース、普通のノーマルですね、これがですね、3リッターディーゼルターボって言われてるやつですね、 1KD ですね。でこっちが、ワイドの、ディーゼルターボの、1GD かな、 2.8 リットルぐらいのやつです。はい、ちょっとね、この 1GD の、ね、音を聞いてみたいっていう視聴者さんの方が、ね、あったので、もしね、可能だったらもうあるのでね、比べてみようということで、今日はやってみたいと思います。では聞き比べてみましょう。ではですね、一番最初にこっちのワイドのディーゼルターボの音を聞いていきましょう。こっちのね、ワイドの方が、後発で出たディーゼルターボですね。プラウドと一緒なのかな、わかんないですけど、なんかそんなようなこと聞いたことがあります。ちょっと一回ね、聞いてみましょう、外からね。いかがでしたでしょうか。次は中から、聞いてみたいと思います。はい、次は中からかけてみます。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、僕の感想としてはすごい静かなディーゼルだなっていう感じですね。ランクルの 4.2 リッターのディーゼルターボ、1HZ の、ね、ディーゼルターボから、比べるとびっくりするぐらい静かだなという感じを受けました。これでも多分世の中では多分うるさいとかって言われるんでしょうね。まあ、僕としてはもう最高にいいなっていう感じです。じゃあ次、3リッターディーゼルターボ 1KD ですね、行ってみましょう。 1GD 終了でございます。はい、では次はね、普通のハイエースのディーゼルターボですね、3リッターディーゼルターボ、聞いていきたいと思います。まず外から行きましょう。わかります?違い。僕ほぼわからないんですけど、なんか微妙にこっちの方が、ディーゼルのゴトゴト感、ガタ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 、そのピストンの動く音ですかね、が、強いような印象を受けました。ちょっと荒っぽいような、こっちよりそんな感じです。はい、じゃあ次中から撮ってみましょう。はい、では中からエンジンをかけていきます。忘れています。忘れています。中のね、感じはやっぱりちょっとね、こっちの方が音がうるさいんじゃないのかな。まあ、ディーゼル乗ってますっていう感じですね。うん、合ってんのかな。どうなんでしょう。詳しい方教えてください。はい、ということで 1KD ですね。1KD のご紹介でした。はい、
ということで2つのね、ディーゼルターボの音聞き比べていただいたんですけれども、いかがでしたでしょうか。分かる方はね、こんなに違うんだとかってあるのかもしれないんですけど、もしそういうのがあったらぜひコメントでね教えていただけたら嬉しいなと思います。まあ、僕としては、こっちの 1GD の方が、まあ静かで、まあ、こっちはディーゼル感がある感じの音だったのかなと、微妙ですけどねな感じを受けました。はい、ということで、私全く、車に詳しくございませんので、皆様ぜひご教授のほどよろしくお願いいたします。この動画がですね、面白かったという方はぜひいいねボタンと、コメントいただけたら嬉しいと思います。またインスタグラムもねやっておりますので、概要欄から、覗きに来てもらえたら嬉しいなと思っております。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。